一押し40というのを今度新発売いたしましたけども、この一押し40はまあ従来あった一押し30蛇腹型の環状のプレミアム版ということで今度発売いたしました。この発売、まあ、この商品の説明の前にソフトをちょっとご説明したいんですけども、実は後ろにあるんですけどちょっとご紹介しましたけども、こういうポスター、これ実はヨーロッパの広告批評の専門誌に取り上げられまして、まあ、こんな感じで、うちのポスターが何枚か取り上げられました。でまあ、5種類ぐらい、コンクールに応募したんですけど、まあ、見事まあ当選したというような形になってますけども、実はそのまだ後がありまして、今度秋に、今年の秋にニューヨークに、ポスターミュージアムというのがオープンするそうですけども、そのポスターミュージアムのオープニングですね、これまあ大きい版を何点か掲載させてほしいという連絡がアメリカからありましてね、まあ、電通さんを通じて私どもに来たんですけども、まあ、非常にあの嬉しいことです。官庁のですねポスターが、日本の官庁のポスターがニューヨークのヒノキ舞台を飾るということになります。まあ、こういうちょっとユニークなマネキンモデルのようなポスターなんですけども、どうしてこういうポスター官庁に作ったかと言いますと、実は、官庁っていうのは今使われてる、大体年間1億本ぐらい売れてるんですけど もうそのほとんどが60歳以上のお年寄りの方なんですね、人数が。で若い人はほとんど漢字を使わない。で当然若い人も便秘になります。特に女性の場合はですね、30歳40歳、非常に便秘が多いんですけども漢字を使われない。それから赤ちゃん、それから小学生の方、小学生も3人に1人が便秘と言われています。しかし、薬ですね、いわゆる、まあ、あの錠剤とか漢方とかそういういろんな薬ございますけども、なかなか浣腸というのを使わないんですね。克服っていいますか、なんともないな、こんなに便利なもんだなっていうことを分かっていただいたら、便秘薬としては私はもう本当に、ベスト3、上から数えた方が早い薬になると思いますけども、今浣腸薬というのは便秘の時に選ばれる順位がおそらく4番目5番目というところ、で私としては、まあ、便秘の薬として1番ではなくていいですけども、せめて2番目ぐらいの順位でですね浣腸を取り上げていただいたら、安いですし手軽ですし早いと、この便利さを皆さんに分かっていただけたらなと思ってですね、こういうポスター、こういうものを固い、お薬の広告ではなくって非常に明るいイメージでですね、パッと出るというところをまあ表現したく、ちょっとユニークなポスターを作ったんですけど、まあ、これがおかげさまで、そういうふうに世界のヒノキ舞台で飾られるということになっています。実はこの度一押し40といいまして、まあ、従来の一押し30からさらに発展させたものを発売いたしました。この夏発売いたしました。この最大の特徴はノズルです。まずノズルが長い、まあ、従来に比べて、1センチほど長くなっています。で、まあ、業界の浣腸のメーカーの中でも最も長いノズルになっています。それから長いだけではなくてですね、実はウェーブになっています。よく見ると分かるんですけど、このノズルがですね、こう波型になってるんですね。で、なぜ波型になってるかと言いますと、実はこれは挿入時の抵抗ですね。お尻にこの浣腸を入れるときに、このズルズルとこれ入るときにいろんな抵抗があって、オリーブを塗ったり、まあ、いろんなことをされるんですけども、実はこの波型にすることによって、まあ、ゼリーとか液体をつけなくても、つけたとほとんど同じような効果が出るということを証明されてまして。そのためにこのいろいろ研究しまして、 波の数と波の高さを考えて特許を取ったわけです。で、実は浣腸の三大、ニーズといいますか、一つは首を長く、それから容量を多く、それからもう一つはですね、液残り少ない、
で今回はそれにプラスしましてですね、挿入が楽ということで、3大ニーズプラスワンプレミアムということで一押し40を発売いたしました。で従来の 30g に比べてたくさん入る、それも前の一押しに比べても生き残りが少なく設計されています。それから入れやすい、それから奥まで届くように長さがあります。まあ、そういうふうないろんな今の環境の中ではですね、ベストワンを狙ってます。まあ、一番使いやすくて一番プレミアム量がプレミアムが多いということで発売いたしました。で環境はよく言われるんですけども、やったことがないっていう人がね、40代以上ではもう6割も7割もいらっしゃるんです。で実は干潮便秘のソリューションとして、干潮っていうのは、まあ、3つのですね他の薬に比べて特徴がございます。で1つはまず早い、干潮は即席ラーメンじゃないですけど約3分から5分で出ます。そんなに早く出るってことはもう便を出す場所を決めれるってことですね。で普通の便秘薬ですと、まあ、薬飲んでいつ出るか分からないと、まあ、出す場所も決めれない、勢い金曜日の夜に飲むとか、まあ、そういうことになってしまいますけども、干潮の場合はもう出す場所を決めれます。3分か5分も出るわけですから、いつでもすぐ出ます。それからもう一つ干潮の良さは、成分がグリセリン、これ食品添加物なんですね。まあ、かまぼことかケーキとかいろんなものに入ってます。グリセリンが 50%、 あとの 50% は水なんですね。ということで非常に安全です。まあ、飲んでも、まあ、飲むことはないと思いますけど、飲んでも全く安全です。非常に安全ということ、それから、このグリセリンの効能効果といいますか、便秘なんですけど作用の仕方なんですけども、実はグリセリンはですね、腸内に入りますと自分の体積と同量の水分を吸収するんですね、腸壁から。ですから腸から水を引っ張ってしまう。そうすることによって直腸がギュッと修練します。その修練の重なりによって便が一緒に出ていくということで、実は感じは非常に稀な薬でして、体に吸収されずに作用だけするということで、まあ、そういう意味で便と一緒に出てしまいますし非常に安全ですね。それからまあ 6ヶ月から、まあ90歳まで、まあ、まあ95歳でもいいんですけども、非常に高年齢の方でも使えるという、まあ、安全性、まあ、もう歴史的にも経験的にも非常に優しい安全な薬だということが証明されてますので、まあ、よく考えると便秘の解決する薬としては一番狙われてもいい薬なんですけども、実はもう何万も下なんですね。なぜでしょう、いわゆるあれですね、人間というのは不思議なもんで、口から入れるのは何ともないんですけども、お尻から入れるってなるともう非常に抵抗があって、その抵抗が壁となってですね、使われない。で昔はまだ家族が多い時代、今から30年40年前は家族の多い時代、それからお医者さんの便利さがまだまだ悪い時はどの家にも干潮があったんです。それで、便秘だとずっとその干潮を使われてて、割と家族の方も干潮使い方慣れてましたし、ちっちゃな子供をお父さんの見たり反対もあったりして、干潮がずっと世代から世代へ伝わったんですけども、高度成長時代を境にしましてバタッと切れてしまいまして、だいたいお子さんの数が少ない、まあ、すぐ病院行くお医者さんを見てもらう、お子さんの数が少ないと一番上の子は例えばドクターが干潮してパッとやってるの見たらお母さん次使えるんですけども、経験を生かせるんですけども、一人っ子だったらもう生かせない、各家族だからおじいちゃんおばあちゃんも何も言ってくれる人がいないということから、干潮がですね家庭薬の分野からポンと切れてしまいまして、でもう断絶ギャップがありますから、今のドラッグストアの薬剤師さんでも干潮使ったことない、まあ、使ったことないやともかく見たことないという人がたくさんいらっしゃいますので、まあこの業界ですね、このままいったら大変なことになると、本当にこれ安全で、素晴らしい薬なのに大きなギャップが生まれている。そこで私もとしては、まあ、少し面白おかしくとかいろんな、手段を使って干潮の良さというものを訴えて、もう一度便秘のソリューション、便秘の解決策
便秘の薬としてね、肝臓を、まあ、1番でなくてもいいんですけど2番目ぐらいの選択肢に選んでほしいなと思って頑張ってます。チャンネルアジアをご覧の皆さん、こんにちは。チャンネルアジア運営事務局の栗山です。チャンネルアジアは政治経済を専門としたインターネットの動画チャンネルです。藤井元気先生とか川瀬恵子先生、石橋貴明先生、渡辺哲也先生、西村幸雄先生ほか、たくさんの言論人、また大学の教授人、評論家の皆様、エコノミストの皆様、たくさん出演していただいています。 YouTube、ニコニコ動画、そして専用サイトのアジャキャスト3サイトに映像をアップしています。専用サイトアジャキャストは前半はタダでご覧いただけますが、後半はプレミアム会員月1050円で視聴することができます。過去に上がった映像も含めて全てご覧いただけるようになっています。ぜひ皆様、チャンネル登録をして、会員登録をしてご覧ください。よろしくお願いいたします。